こんにちは、吉谷さん。まあ、自分の人生自分で歩く、そして保証とかね、保険っていうのは誰かに与えられるものではなくて、自分でこうね、ヘッジしていくものなんじゃないかなと思うんですよ。どっかの会社に入れば保険保証があるような気がしますけども、それだってね、幻想でしょうね、きっと。社会保険とか失業保険を払ってない、払ってるふりして払ってない会社だってあるわけですよ。でいざね、怪我した時にその労災を請求したら労災の認定が下りないみたいなね。それとかね、給料を何ヶ月も不払いで会社倒産みたいなこともあったりとか。で、私がスーパーに勤めてる時ね、ライバル店が正月のね、1月2日に社員が出勤したらもうね、潰れてたらしいんですよ。それ店長レベルの人まで知らなくって、なんか9億円の負債を抱えて、倒産っていうふうに地元の新聞に出てましたよね。で、年末の12月31日までスーパーですから、市場ではものすごい買い入れがあったらしいんですよ。ものすごい買い入れ、仕入れをしてね、支払いは3ヶ月先ですから。で、セールスをむちゃくちゃな値段でやって、で、現金を、まあ、要するにね、売り上げの中から抜いて、で、ドロンとしたんでしょうね。当然ですけども、社員さんへの保証なんて何もないですし、社会保険とかね、ああいう諸々の税金とか滞納しまくって、1円でも多く会社の幹部の方は持って逃げたんでしょうね。で、そこをクビになった人、クビっていうかね、倒産しても行き場がない方が私の勤めてる会社とかに入ってきましたけども、まあ結構ね、気の毒だったですよね。本人は何も悪くないのに、次の日からライバル会社で働くみたいなね。したらやっぱりこう、見た目も冷ややかじゃないですか。まあでも私がいた会社は結構ね、気骨のある会社で、そういったライバル会社ですらきちんと役職を与えて、いわゆるね、既存の社員といい意味で競わせてね、ですごくいい関係を築いてくれたなと思いましたけどね。まあそういう会社は敬意でしょうね、きっとね。まあでもね、とんずらする会社も当然ありますからね。明日行ったら会社がありませんでしたとかね、社員の仮払いを最終的にはお前払えやって言われるようなね、お前の責任やろみたいなね、嘘だろみたいな、いろんなところで借金抱えて会社に支払ってもらおうと思ったら会社は払いませんみたいなところもありますからね、吉谷さんね。で、私ね、今ね、毎日ね、昨日ね、うちの大和くんが公園で靴を履いてね、パーッと走ったんですよ。初めてだったんですね。感動しましたね。で、こういうふうな自分の家族とね、いつもいて、家族の成長や変化とかっていうのをずっと見ていられるっていうのは、私はね、何よりも幸せだなと思います。通常はこういうのできないわけですよ、世の中のお父さんは。で、いつの間にか子供が育っていて、いつの間にか奥さんが浮気していて、いつの間にか自分は一人でポツンとしていて、で、なんかね、熟年離婚していたとかね。で、奥さんや子供にはコミュニティがもうできちゃうんですよ、定年退職の時まで。でもお父さんは定年退職すると、それまでずっと育んでいたコミュニティを離れて、何にもないね、地域とか自分の家っていうところに帰らなくちゃいけないんですよ。その時の違和感って言ったらないですよね、きっとね。相当上手にやっていないと、本当の孤独はその定年退職後に待ってるんじゃないかなと思うんですよ。いや、ひどいですよ。それまで信頼関係に厚く、自分も役職ですごく重用されてね、部下に励まされてやっていた会社から離れるわけですから、何にもないですよ。どんな会社の役員だろうと部長だろうと、近所の知らない人になるわけですよ。で、痴漢で通報されたりするわけですよね、やってもないのに。いやー、映画って本当に面白いですね。人生はでも笑えない冗談の連続だと思いますよ。怖いですね。まあ私はね、このまんま自分の人生を、自分の人生のど真ん中を生きていこうかなと思います。落ちぶれても、這いつくばっても、いや、持っていたらね、そんなことにはならないように根性を据えて今日もやっていきますけどね。いってらっしゃい。